こんにちは。アパレルブランドヘルベシカデザイナーのヨッシーです。本日は購入物の紹介をしたいと思います。こちらのパンツを僕は買いましたね。なんかもうセールでもう仕留めまくってる感じがありますけれども、バイボレの、ゴアテックスインフィニウムウィンドストッパーですね。ゴアテックスウェイトマップクロップドパンツです。はい、っていうものですね。これね、大阪でポップアップやった時に、来ていただいた方で履いてらっしゃる方いたんですよ。あ、それいいっすね、やっぱねって。僕、実物その時初めて見て、すごい良かったんで、買っちゃいました。はい。っていう感じ。で、人に影響されて買ったやつです。はい。で、まあ、こちら、バイボレですね。以前動画でも僕はバイボレ紹介したことあるんですけど、前ね、紹介したパンツとかより、さらにバージョンアップしてる。まあ、特にこれはゴアテックスとのコラボアイテムなので、それをちょっと説明したいと思います。で、このね、バイボレって、19SS からゴアとコラボってやってるんですよ。19SS のコレクション名がザ・ハイブリッドエディションっていうものなんですけど、その時にゴアとコラボをしてるんですね。で、その次のシーズン、19AW、ザ・レイヤードエディションという時にですね、このウェイトマップパターンっていうのが、編み出されたわけですね。この後ろの、このウェイトマップパターン。見えるかな？ちょっとね、見えづらいかもしれないんですけど、これが、編み出されて 20AW で満を持してこう集大成みたいな形で表現したパンツですね。で、まあ20AW エディション7っていうものになるんですけど、今回ゴアとコラボって言ったんですけど、さらにもう一つオランダのアーティストヨルメエルジーさんっていう方とのコラボで、トリプルコラボ、前回紹介したエリミネーターとアンブロとティグランみたいな、もうトリプルコラボのパンツです。ヨルメエルジーさんによるテキスタイルデザインを、オリジナルファブリックとして使用した、ものになってます。で、まあね、これ、ちょっと説明すべき点が結構多いようなパンツなんですけど、まあちょっとね、ゆっくりいきたいと思います。表面、フロントはもう、これ全面ほとんどウィンドストッパーです。前がね、もうウィンドストッパーのつるっとしたシャカパンみたいな感じですね。でクロップドなんで、結構裾は短いですね。で、裾のところに、こう、バインダーテープみたいな。ついていて、で、まあこのポッケのところにゴアテックスのこれですね、見えるかな、これついてます。スラッシュポケットになってて、でポケットの中にもう一箇所ちっちゃいポケットあるみたいな感じの作りですね。で、まあ特徴は背面だと思います、これで。このお尻のあたりから太ももあたりまでの生地がですね、バイボレのオリジナル生地、今回作った AO2 という生地になります。で、この膝裏、ちょっとね、細かいですよね、ここ膝裏なんですけど、ここの生地はワッフルっていう生地、まあワッフル生地ってよくあるんですけど、まあサーマルみたいな感じの生地で、今回のために改めて作られたものですね。で、この膝裏のこのワッフルはですね、ハニカム構造になっていて、糸と糸との間に空間があるので、吸水性とか吸湿性というものがあって、すごく快適で、さらにあったかいっていうような仕様になってます。で、さらに、この裾、ここはまたゴアの違う素材が使われてるっていうね、なんかもうほんともう部分部分で全然違うっていう。でね、僕これやっぱり、一番嬉しかったんですけど、裾がスナップボタンになってるんですよ。バイボレって前までここね、ボタンだったんですよね。あれはあれでいいと思うんですけど、僕はやっぱスナップボタンの方がやりやすいんで、で、このスナップボタンでこうバチッと。で、このスナップボタンオリジナルなのかな？特にね、バイボレって書いてあるんですよね。このボタンにも。バイボレって書いてあるんですけど、まあなんかオリジナルなのかな、うん、まあただ刻印しただけなのかもしれないけど、これでクロップドっていうか、その裾の具合を調整できるわけです。で、バックポケットはこんな感じで返しがついてるんで、中のものが簡単に出てこないようになってます。これは以前からね、バイボレこういう作りになってるし、ここの股のところ、サルエルになってるところも、これも伸縮性のある別生地がついてるんで、歩くときに結構ね、快適です。あんまりこう、足広げたパターンで取ってないパンツとしては、かなり伸縮性があって、歩きやすいサルエルパンツ。サルエルクロップドパンツです。で、まあ僕、サルエルのクロップパンツって大好きなんで、いくつも所持してるんですけど、こういうね、表面こう、ウィンドストッパーでできてるから、まあ多少の雨は全然弾いてくれるし、で、割と心地いい、
まあ、しかも素材としてもすごく心地いいし、特徴的なのはこのね、あのバイアステープで、あの色縁取られまくってるっていうね。バイボレってこういうの多いっすよね、ジャケットとかでも。この縁、こういうバインダーテープの跡がバイボレらしいなという感じです。で、まあ表面から見るとね、ま、っていうか前から見ると結構つるっとしてるんで結構シンプルに見えるけど、後ろ側このね生地の表情とかファブリックがもう部分部分で全然違うので、これがやっぱり面白いところなんじゃないかなと。ブラウン色がところどころこう混じってて表情がすごく出るパンツだと思います。こうやって見ると分かりやすいかなと思います。ちょっと履いてみたいと思います。こちら着画になります。身長176センチでサイズ S を履いています。履き位置ちょい上げ目ぐらいですね。こんな感じで、ボタンを閉めないともう本当ストレートにストンと落ちるようなシルエットになるので、クロップドパンツってでもあの靴とか靴下とかとの絡みが面白いと思うんで、裾幅ちょっとあった方がやりやすいのかなとも思います。で、今裾のボタン閉めました。向かって左側2つ分閉めていて、右側1つ分閉めてます。2つ分閉めてる方かなりギュッてなりますよね。ふくらはぎのところで一回モコってなっちゃうのが僕は若干気になるんで、あんましこの感じやんないかな、やって1個ぐらいかなって思うんですけど、まあそこは好みと合わせる靴によるのかなと思っています。これでちょっとねコーディネート紹介します。三原の、革靴 と、スウェーデン軍の M90 と合わせてます。トップスはこれネームのニットです。こんな感じの、テックとはかけ離れたものを合わせてちょっとアルチザンっぽい感じに持っていきつつ、あったかさとテックを共存させるっていうのも僕はコーディネートで面白いところかなと思ってます。向かって右側だけボタン1個分閉めています。こんな感じですね。で次、アクロニウムの J1AGT と、ピーターソンストゥープの、スニーカー合わせてます。結構テック寄りにしっかり振って、ピーターソンストゥープの再構築な感じと合わせてみました。バイボレの後ろのところやっぱニットになってるんで若干のあったかさが出るっていうのもいいところだと思ってます。はい、いかがだったでしょうか。本日はですねバイボレのゴアテックスウェイトマップパンツの紹介をさせていただきました。ゴアパンツでデザイン効いてるやつ結構少ないので、これかなり貴重なんじゃないかなと思いますし、ポケットとかそういうディテールの少ないものでテック系のものとあるものって結構重宝するんですよ。ジャケットが割とボタンとかファスナーとかポケットとか要素の多いものが多いじゃないですか、テック系のジャケットとか軍物とか。そういう時にさらにカーゴパンツってなるともうポケットまみれの人みたいになっちゃうから、まあそういう時に引き算しつつデザイン効いてるやつっていうのがこのパンツのいいとこなんじゃないかなと思ってます。僕が身長176センチで66かその辺ぐらいの体重なんですけど、 S サイズでこのぐらいのサイズ感になります。今ちょうどセールやってるので僕はブティックエルミタージュさんから買って、S サイズがそこであったので、とりあえずエルミタージュさんのあのオンラインのリンクを載っけておきます。なかなか他のところで S サイズはなかったのでエルミタージュさんで買わせていただきました。今ちょうどセールになってるからすごくねあのいいんじゃないかなと思います。ゴアのパンツニットで、あのニットとゴアのパンツってめっちゃあったかそうでしょ。これねこれ買ったらわかるんですけど寒いっす。寒いんですよ。これクロップドパンツの宿命なんですけど、クロップドパンツってすっげー寒いんですよ。短いから風ビュンビュン入ってくるわけなんですよね。通気性がいいという表現の仕方もあるんですけど、寒いっちゃ寒いです。うん、まあそこはねまあそんなに気にしなくてもいいんじゃないかな。あのうん、靴下長いやつ履けばいいかなぐらいの感じです。超寒い時は履けないかなと、もしくは履き位置めっちゃ落としてフルレングスで履いた方が全然あったかさ違うかなと思うんで、まあめっちゃ寒い時はそんな感じで履いたらどうでしょうかということで、今回ですねバイボレのパンツの紹介させていただきました。ご視聴いただきありがとうございます。高評価とチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。 Twitter や Instagram もやってますので、あとですね僕がファッションコミュニティ立ち上げております。概要欄から見れますんでぜひそちらも参加してみてください。僕がですねヘルベチカというブランドやっておりまして、2月の6日7日、名古屋、2月の20日21日福岡で両方ポップアップを開催いたします。概要欄に場所など載っけてますんでぜひよろしくお願いします。はい、どうもありがとうございました。